陸上競技の全国大会に出場する桜木小学校6年の梅本弘樹選手が8月26日、藤井市長に全国大会への意気込みを語りました。周南市役所を訪れたのは桜木小学校6年の梅本弘樹選手です。梅本選手は日清食品カップ第40回全国小学生陸上競技交流大会に出場します。7月7日に維新未来府スタジアムで開催された県予選で80メートルハードルと走り高跳びの2種目の合計点で争われるコンバインド A に出場。80メートルハードルは14秒44、走り高跳びは1メートル29センチ、ともに自己ベストを記録、2位以下を大きく引き離し、圧倒的な強さで初めて全国の切符を手にしました。梅本選手は今後さらに厳しい練習を重ね、全国大会へ備えます。目標は自己ベストの更新と上位入賞です。とっても嬉しいです。教えてくださった皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。周りがどんなにレベルが高いか見てみたいし、自分の力を試してみたいです。梅本選手は陸上を始めて2年余りですが、本田コーチの指導のもとめきめきと上達して、初めて全国大会の切符を手にしました。国立競技場という素晴らしい舞台で悔いの残らない走りを見せてください。体調と怪我に十分に注意して頑張ってくださいね。応援しています。